天津一話は日本のモデルコスプレイヤー。富山県南都市出身、東京都在住。露出系コスプレイヤーとしてコミックマーケットなどで知名度を上げたグラビアモデル。前職は元 JR 東日本社員。研修でターミナル駅の駅員として勤務した後、設備管理部署に在籍した。幼少時は人と話すことを苦手としており、ここから人と関わるより、 漫画やアニメを見て過ごす。大学卒業後の2016年4月、職場の先輩に誘われ、池袋のコスプレイベント、アコスタに参加し初めて、コスプレを経験。ここから写真に撮られる喜び、作り込む楽しさを知る。応援してくれる人がいる限りは挑戦したいと2018年4月、人生初のミスコン、ミスヤングチャンピオンに出場し、6月に、 ファイナリスト選出を果たすも入賞はならず。その後、TBS、有吉ジャポンのコミックマーケット特集において際どい、スーパーハイレグ姿だったことで取り上げられ、以後も、ハロウィンなど、コスプレ企画で登場。2019年4月配信、チャンスの時間での、ガからマルチョが勝手に、新メンバーオーディションにスーパーハイレグで出演し、パントマイムができないにもかかわらず優勝 MC の千鳥にマクラーレンとニックネームを付けられ、準レギュラー候補と推薦された。モットーは、お嫁さんに行ける範囲でなら脱ぐ。電気工事士、釣り上げ荷重5トン未満の小型移動式クレーン運転免許、釣り上げ荷重が1トン以上の玉掛け免許、携帯基地局技術操作免許を取得。ミスヤングチャンピオン王坊児は、一般企業に就職していたが、脱サラコスプレイヤーを掲げ、 2018年12月現在はアルバイトとの掛け持ちでタレント活動を行っている。後に自身の YouTube で退社理由を本名や職業が流出したことと明かし、以来公表しながら活動を継続。自身のキャッチフレーズとして現世のオイラン、インターネット商婦を名乗っている。ありがとうございます。